それでは次に松添洋一君の質疑を行います。委員長。はい、松添洋一君。いつものようにしんがりを務めさせていただきます。総理、今日はですね、日中関係と新型インフルエンザ対策についてお伺いしたいと思います。非常に私は今の日中関係を危惧しておりまして、本当に冷え切ってしまったなという思いがあります。で、なんとかこれを解きほぐすのは政府のみならず我々国会議員としての役割でもあると思っておりましたので、4月の初めに中国に行ってまいりました。で、元の外務大臣の東華専さんはじめ、要人と政府の方々とお話をしたり、北京の清華大学で講演したりというようなことで対応を重ねてきましたけれども、大変厳しいなと。これはじゃあどうやったら君は解決するんだねと、もし総理に問われれば私もすぐには答えがないような感じがいたしますけれども、まずこの非常に厳しい状況だという認識を総理が共有していただけるかどうかということと、それとやっぱり基本は私は対話、話し合いで解決すべきだという点だと思ってます。これは先方もそういう考えだと思います。ただもう一つ、今朝領海侵犯がありました。で、外務次官が駐日大使を呼んで厳しく抗議をしましたけれども、こういう挑発に対しては必ず厳しい抗議をやっていく。で、現場では海上保安庁もしっかりやってくれていると思いますけど、これ一回でも抗議を断ると既成事実を積み重ねていって、結局はこれは自分のものだということになる。それはベトナムとかフィリピン、南沙諸島を見れば分かると思います。そういう認識を持っておりますので、とりあえず今の日中関係に対する総理のご認識をお伺いしたいと思います。内閣総理大臣安倍晋三君。本日我が国の固有の領土である、これは歴史的にもですね、国際法的にも我が国の固有の領土であることは間違いないわけでございますが、そこに公船が、中国の公船が領海を侵犯をしたということは遺憾であります。我が方としてはきっちりと対処しておりますが、しかし一方ですね、日中関係というのは最も重要な二国間関係の一つでございますし、経済においては切っても切れない関係があるわけでございます。ですからこの尖閣に、このいわば中国がですね、挑発的な行動をとって問題があるからといって、すべての関係を閉じてしまうのは間違いで、あります。つまりそういう中においてですね、松尾委員が行かれて東華専さんが会うと、こうした対話が行われるべきであろうと、このように思っておりますし、安倍政権においても、対話のドアは常にオープンにしているということは申し上げておきたいと思います。はい、松尾洋一君。私も中国に参りまして、先般の国会における総理と私の質疑をご紹介いたしまして、今総理がおっしゃった対話のドアは常にオープンだということを申し上げました。で、先方も自分たちも対話のドアはオープンだと。さあ、そこでそこから先どうするかということが非常に大切なので、私は今の段階で焦って拙速主義で直ちに日中首脳会談をやるとか日中外相会談をやるとかいうことは急ぐ必要はないと思っています。で、私は向こうの大学で、記念講演をやったのは、若い人たちと対話をしてみようということであるんで、文化でも芸術でも何でもいいと思いますから、できるところから積み上げていくということが必要だと思いますので、この政治的、最終的には中国共産党政治が判断するんですけども、私はそこを関係改善を焦る、あまりですね、日本政府がちょっと拙速主義に陥ることをむしろ危惧していますが、そこは総理いかがですか。はい、安倍内閣総理大臣。日中関係は、先ほど申し上げましたように、隣国であり最も重要な二国間関係の一つであります。他方ですね、尖閣についてはこれはまさに我が国の固有の領土であって、領土問題は存在しないわけでございますし、交渉の余地はないことははっきりしているわけでございます。そこでですね、日本としては基本的に対話ということについては、
まあ、いつでもやる用意は、まあ、ございます。まあ、ただ、それをですね、いわば、合うか合わないかということをですね、これを外交交渉のツールとして使うべきではないし、使われてはならないというのは当然のことであろうと、このように思うわけでございまして、我々は決して焦っているわけではございませんし、いずれにせよ、私たちは常に台湾のドアは開けているということでございます。はい、舛添君。まあ、それで実は四川のまた震災が起こりました。で、我々としてもこれはもう本当に前回の四川の時も支援いたしましたし、我々の大震災3月11日の2年前の時にも大変な支援いただいているので、本当は支援したいんですけど、まあ、先方がご辞退なさった。だからこういうことをできれば支援したいなというのは一つあります。それから私はもう北京に行って驚いたのは PM2.5 の凄さで、300という数字の中で前が見えないような真っ白の中におりましたけれども、これはやっぱりちょっとおせっかいかもしれないけれども、相当日本が環境支援をやることが必要じゃないかなというふうに思っております。いかがでしょうか。はい、安倍内閣総理大臣。まあ、PM2.5 の問題はですね、これは中国だけの問題ではなくて、これはずっと日本にもこう押し寄せてくるわけでございますし、例えば九州、まあ、下関は私の地元でございますが、まあ、この辺にもですね、この被害は、まあ、及んでくるわけでございまして、日本全体にもこれは及ぶかもしれない、という中においてですね、もうこういう環境問題については、まあ、国際社会で協力し合うということは極めて重要であります。我が国にはですね、技術支援がございますから、そうしたものを生かして協力をしていきたいと、こう考えております。鈴江陽一君。それとまたたまたま私がいるときに鳥インフルエンザが中国で発生し始めた。私自身がビールスを持って日本に帰ってきてないことを祈りますけれども、ものすごい数の行き来があります。で、私も福岡ですから、もう麻生総理、副総理もそうですけれども、とにかく2時間、3時間で上海と行き来できるところですから、今非常に心配してますのは、総理ね、この今は、昨日の WHO の発表でも、まだその人々への感染、人から人への感染が確認されてないんですけれども、人から人への感染が確認されて、爆発的に感染するのはパンデミックになる可能性がある。私は今、日本政府としては、そのことを前提において、危機管理体制を構築しておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、内閣総理大臣、安倍晋三君。まあ、今般のですね、鳥インフルエンザ、H7N9 に関してですね、国立感染症研究所のインフルエンザウイルス研究センターがですね、ウイルスの解析を迅速に行って、中国との情報交換を行っているところでございます。今般の中国において人での発症が確認されたこの H7N9 に関する対策について、現在、徹底した情報収集と国民への情報提供に努めているところでございます。今後、どのような経緯をたどるか、注視をしながら、前回の経験も踏まえ、まあ、これは大変、舛添大臣がご苦労されたことでございますが、危機管理の観点からの対応に努めていく所存でございます。万一の事態が起きた場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、政府一体となって速やかに必要な対策を取り、今後も対応に万全を期していきたいと思います。はい、舛添陽一君。田村厚生労働大臣、今回、今、総理がおっしゃった特措法、それから行動計画案が策定されましたけれども、麻生内閣時代に麻生総理が本部長、私が副本部長で、まあ、本当に、全力を挙げて対応いたしました。で、今回の特措法は、その麻生内閣時代の経験が相当生かされていると思いますけれども、国民の皆さんのために、特措法及び行動計画の基本的な概要、こういうところがだっていうのは、もしご説明できれば、官房長官、
ご到着なさったばかりですが、よろしくございますか。そうじゃなきゃ私が申し上げてもいいですが、まあ、答弁はいいですか、はいはい、内閣官房長官、菅義偉君。すみません、話の意味はあまりついてなかったかもしれませんけれども、今、総理から答弁がありましたけれども、まさにこの感染症対策としてですね、医療現場、国民一人一人、この正しい情報が適時適切に提供されることが、効果的対策に不可欠である、そういう中で、政府の行動計画について、発生状況、対策の実施状況を速やかに情報提供することを規定しており、政府として今情報提供にですね、万全な対策を取っていきたいというふうに考えております。まあ、いずれにしろ、松江委員がかつて厚労大臣の時、まあ、横浜市でようなことがありました。やはり政府内で全体として速やかに意思疎通というのを図ってですね、そのように都道府県を通じてその考え方を伝達にしていく、このことが一番大事なことだと思っています。はい、舛添君。今横浜の例が出ましたが、実は4月5日の衆議院の予算委員会で当時の横浜市長だった中田議員がですね、私どもの対応を批判しておりました。まあ初めてのケースですから相当苦労しましたけども、あの時ご本人が言ってたのは、電話回線がパンクして国と連絡取れなくなった。で、私どもは横浜市が感染者かどうか検査するっていうから検査結果待ってたんです。深夜になったら電話通じないんですよ。回線がパンクするようなことで危機管理体制ができますかってことを私は申し上げたいんです。それからしたがってですね、今回は私は現場第一主義、現場が大事だと、それから情報は絶対公開しろ、この2つを申し上げたいんです。で、現場第一主義について言うと、今回ね、都道府県知事の権限を強化したんです。それは厚労大臣がいたって分かんないですよ、神戸で何が起こってるか。だから現場しっかりやなさい。そうすると都道府県知事がやらないと。あの時は大阪府はですね、学級閉鎖やったのに政令指定都市の堺と大阪市がやらないで話にならなかったんです。だからこういう結果を入れたんですが、さあそこで問題、首長さん、知事さん、市長さんでもいいです、その方が危機管理能力を欠いていたり、ね、その町が電話回線パンクするような危機管理体制がしっかりしてなかったときに任せられませんね。じゃあどうするんですかってことです。はい、厚労大臣、田村憲久君。まあ、法律の所管は官房長官ですけれども、実際問題に対応するのは厚生労働省ということになろうと思いますが、まあ、今回、この特措法の中においてですね、今、委員おっしゃられましたとおり、まあ、知事にですね、一定の権限ができたわけであります。そういう意味では、やはり現場、それぞれ知事がですね、現状、それぞれの県の現状を見ていただきながら、適切に対応いただくと。まあ、今言われたような、一定の必要なインフラ等々はですね、まあ、社会的なインフラに関しましては、これは、一定程度機能していただかなければ困るわけでありますし、まあ、食料等々に関しては、まあ、こういうものに対してはやはり生活する上の物資でありますから重要でございますので、そのまま機能するわけでありますが、まあ必要不可欠のもの以外に関してはですね、知事の方からいろいろと、まあ、問題点等々に関して対応していただける、まあ、人が集まるようなところにはですね、まあ、その人が集まらないような形での要請、こういうものをしていただけるようにしたわけでございます。県の知事がそういう危機管理の意識がなかったらどうするんだという話でありますが、そこは密接に都道府県と厚生労働省の方でですね、いろいろと連絡を取らせていただきながらですね、これはどうしてもという場合、都道府県が対応しなければ、それはこちらからしっかりと要請をさせていただくということになろうと思います。委員長。はい。松添君。横浜のケースは大変私も参考になりました。これはいかんと思いましたから、翌日から主だった都道府県の首長さん、市長さんたちとホットライン全部結びました。したがって大阪神戸で起こったとき、真夜中でも何でも連絡できたので、ぜひ厚生労働大臣も官房長官もそうやっていただきたいと思いますし、中田さんが横浜市長をお辞めになった後、
横浜市の危機管理体制がしっかりなっていることを祈りますけど、官房長官、チェックしてみてください。お願いします。答弁はいいですか。菅官房長官。今、厚労大臣が答弁されましたけれども、もう政府対策本部長は、この都道府県知事に対してですね、総合調整、等この指示を行うことができることになっても一番大きいというふうに思います。そこは政令指定としてあろうが、他の市町村であろうが、県の知事に対して、調整できるわけでありますから、そこはしっかりと対応できるようにしていきたいと思います。はい、舛添君。それからもう一つは、情報を公開すると、中国ではですね、100人以上が感染して、21人亡くなったというデータ出てますけど、どうしても私たちは持っているんじゃないかと思うのは、あの国が情報公開することをちゃんとやってないから疑っちゃうんです。だから日本政府はぜひそれやっていただきたいのはですね、麻生総理、あの時よく覚えてらっしゃると思いますけれども、横浜のケースは、横浜地震が疑いがあるつって検査してたんですよ。で、我々も厚生労働省も能力ありますけど、待ってて、白か黒かなんだけど、灰色だって言ってきて、それはどうするんだって言ったら、プツッと電話切れちゃうと、こういう状況だったんで、さあそこで、当時の麻生総理と私はもうどうするかってことで迷いまして、しかし、疑い例があって、マスコミが動き始めているときに、政府が知らないでは、翌朝横浜は大パニックになる。したがって、私は夜中の1時でしたけど、こういう疑いがあって、今、検査をしてますということをお知らせしたんです。で、これが悪いって言って、当時の横浜市長が批判しましたけれども、例えばですね、2009年5月2日の読売新聞が社説でわざわざこういうことを書いてる。情報提供では未明に大臣が会見して、疑い例を公表した。それだけ重大したのだろうと。迅速な事実公表は当然のことだと。これはですから、当時の麻生総理と舛添厚生労働大臣の名誉のために申し上げますけど、私たちは本当に国民のために全力を挙げてした。その基本は情報公開なんです。だから、絶対にどんなことがあっても、疑い例でも情報公開をするということが、政府に対する国民の信用を高めると思いますので、総理いかがでしょうか。はい、安倍内閣総理大臣。パニックはなぜ起こるかといえばですね、基本的に間違った情報が伝わる、あるいは政府が情報を出さないことによってですね、結果として疑いから逆に流言飛語がですね、信じられてパニックに至るというケースが圧倒的に多いわけでありますから、しっかりと政府はですね、情報公開をすると、この場でもはっきりと申し上げておきたいと思いますが、ですから政府が出す情報を信じていただきたいと思いますし、もしそういう状況になった場合にはですね、いわば当局のですね、対応に従っていただきたいと、このように申し上げでございます。舛添君。それから厚生労働大臣、その行動計画に非常に強制力を持たせる部分がありますね。で、これがいろいろ危惧されてますが、具体的に国や地方公共団体がどういうことができるかというのを説明してください。はい、パンデミックの時に。はい、厚生労働大臣、田村憲久君。一つはですね、先ほど申し上げました、都道府県が、パンデミック起こった場合にですね、それぞれ人が集まるところ、また集会等々に対してですね、企業もそうでありますけれども、そういうものに対して、人が集まるところに対して人が集まらないように、会社等々においては、会社等々に関して、指示といいますか、お願いでありますけれども、集会等々も、開いていただかない。こういうようなお願いをさせていただく。でもし、これに対して拒否があった場合には、名前を公表するというような形に、ができるというふうになっております。あとですね、今回の場合は、前回は停留という措置を講じました。今回、この停留というものが、そもそも有効かどうかということ、これはしっかりと検討をしなければならないと思っております。でありますが、停留に関してはちょっと今、いろいろと検討させていただきながら考えておるというような状況であります。あとですね、基本的な部分で、
まあ、前回もそうでございましたけれども、優先的に接種をされる方々、こういう方々に関してですね、方向性をしっかりと決めた上で、優先接種の方をさせていただくということに、これはなってこようと思います。まあ、ルールは基本的なインフラ等々に関しては、これはこちらの方から逆にですね、まあ、インフラを止めてしまう、もしくは食料等々を売っているところ、販売等々を自粛されますと、これまた困るわけでありまして、場合によってはですね、買い惜しみ等々がある場合、売り惜しみ等々がありますと、これは大変なことになりますので、こういうものは国がですね、一定の権限を持って、こういうものに対してですね、まあ、これを集めてですね、国の方でしっかり対応するというようなことができるというふうになっております。はい、舛添君。問題はそれが、意図された形で出ればいいんですけれども、例えば前回の時に発熱外来を作ってそこでしか見ちゃいかんというのは前もって決めてたんです。ところが結果的に それ作る手間暇よりも自宅にじっといてタミフル飲んでもらったら治るというこういう状況だったんで、やっぱりその現場の医師の意見を一番聞くことが大事です。でちょうどそろそろ連休になりますけれども、先ほどの横浜の例で申し上げましたように連休の頃だったんですよ、2009年。それで私は一切指示を大臣として指示しませんでしたけど、もう主催者が自発的にイベント全部中止ないし延期です。だから日本人は非常に賢明なんで、映画館行くなって言わなくたって行きません。だから非常に今度の特措法や行動計画について批判を受けているのは、人権を無視するんじゃないかと、人権が損なわれるんじゃないかということがあるんでですね、私は日本人の賢明さを信じてですね、必要最低限の指示、いよいよ困ったら出ていく、そして現場を任せると、こういうことが必要だと思いますが、総理いかがでしょうか。その点、安倍内閣総理大臣。この新しいインフルエンザ特措法においてですね、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をすることによってですね、本部長である私は大きな権限を得ることになりますし、各都道府県自治体に対して調整権限を持つことになるわけでございますが、実際国民の皆様の行動を制限にすることにもつながるわけでございますから、それは安全を確保すると、国民の皆様の安全を確保するという観点とですね、やはり権力の行使でありますから、これを抑制的に考える、である程度やはり現場において効率的に行動をされるということも頭に入れながらですね、対応していきたいと、このように思います。はい、舛添要一君。冒頭申し上げましたけれども、私が大臣の時に中国と韓国と日本の厚生労働大臣北京で集めまして、事前にこのことの準備をしていたので、この3国は非常に被害が少なかったので、こういうことの協力も外務大臣を中心にですね、おやりいただければというふうに思っております。それからいろんなマニュアルを作っていたんですけども、当時の安倍総理も私も麻生総理も私も大変そのマニュアル通りにいかないで苦労したことを記憶しております。ですから特措法行動計画があっても、要はその現場のリーダーシップ、特に厚生労働大臣、官房長官が副法務長で入り、それから総理が本部長ですから、そういうトップのリーダーシップが極めて大事なんで、そういうことでぜひ国民の生命を守り抜くと、そういう決意で対処していただきたいと思います。最後に一言ご決意のほどを総理にお伺いして質問を終わります。はい、内閣総理大臣安倍晋三君。先ほど申し上げましたように、まさに特措法において緊急事態宣言をして、私が本部長になる、大変大きな責任を持つわけでございますが、しっかりと情報提供を行いながらですね、関係機関がそれぞれの役割を十分に果たす能力を備えていることがもちろん肝要でございますが、その上に立って先ほど申し上げましたようにですね、運用にあたっては基本的人権に配慮しながら、状況に応じて感染拡大防止等の対策を果断に実施するとともに、医療現場や国民に対し適時適切に情報提供がされるよう十分配慮するなどしてですね、対応に万全を期していく考えでございます。終わります。ありがとうございました。以上で舛添要一君の質疑は終了いたしました。